実演5から10の間でお好みの数字を一つおっしゃってください。例えばここでは7と言われたとします。 1,2,3,4,5,6,7 ですね。そしたら1枚のカードにタッチしてください。例えばこちらのカードにタッチされたとします。たまたまクラブのジャックでしたね。じゃあクラブのジャックは中にしまっておきます。最初に言った数字が7で選んだカードはクラブのジャック。指を鳴らしてあげるとこれで1,2,3,4,5,6,7 枚しかありません。そしてこちらを広げると1枚のカードがひっくり返っていて、こちらのカードがお客様の選んだクラブのジャックです。はい、では解説していきます。特に準備は必要ありません。5から10の間がやりやすいと思いますので、5から10の間で一つ言っていただきます。例えばここで8と言われたら、数え方なんですが、このように1枚ずつ取っていって、まあ4枚目の時、まあもしくは5枚目の時にインチキします。2,3,4 枚目で僕はこう取ったふりをして、まあ戻してるわけですね。ここは現象起こってないので堂々とやって問題ありません。4,5,6,7,8と堂々と数えていって、こちらに置いておきます。もうこの時点で7枚しかありません。そしたらこのまま広げて1枚のカードにタッチしてもらったら、次のカードがダブルリフトしやすくなるように突き出して、こちらを表に置いて、このまま2枚の下にブレイクを取ったら、2枚をいっぺんにひっくり返してこちら手前に突き出したら、奥にこのように突き出します。でここがちょっと見えるような状態にしてあげます。でハートの2ですねと言ってひっくり返したら、中指でこちらのカードを下に下げながらすり替えて、こちらの全然関係ないカードをこちらに重ねて間に入れて、まああとはお好みのおまじないをかけると、8枚あったはずで9枚のはずなんですが、2,3,4,5,6,7,8 枚しかありません。そしてこちらを広げると1枚のカードがひっくり返っていてと言って、このように示して、このようにひっくり返すと綺麗にこちらのカードが出現したように見えます。木の打ち所のない素晴らしいトリックだと思います。ぜひインチキの数え方やってみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。